ようございます。仏教の超基本チャンネルです。本日は毘沙門天様について簡単に解説いたします。毘沙門天様といえば必勝祈願、楠木正成や上杉謙信が戦いの神様として信仰していたことはとても有名ですよね。なんとあの聖徳太子も戦いの神様として勝利を祈願し、見事勝利を収めたお礼に四天王寺を建立しました。どうして毘沙門天様は戦いの神様として武将たちの心を掴んだのでしょうか。それは毘沙門天様が四天王の中でも最も強い神様とされていたからです。四天王の一尊として数えられるときは多聞天と呼ばれます。毘沙門天様は恵比寿天様と同じく天とついているので天部の神様です。右手に宝棒という武器を持ち、左手に仏舎利が収められた入れ物である宝刀を持っておられるお姿が最もよく描かれます。仏舎利というのは釈迦如来様のご遺骨のことです。必勝祈願のイメージが強い毘沙門天様ですが、七福神の一尊としても有名で、融通招福のご利益もあると言われています。毘沙門天様をお祭りしているお寺はたくさんあるので、お参りする際は本米白万田やそわかと7回唱えて必勝をお願いしましょう。何かわからないことがあれば何でもコメントしてください。チャンネル登録、インスタグラムのフォローもお願いします。ありがとうございました。